降水量などの気象要素の長期平均の値のことで、普通30年間の平均。気候値とも言う。その場所の気候を表す値として、またその時々の気象や天候を評価する値として、気象学と気候学で用いられる。欧米諸国や日本など多くの国では、西暦の末尾が1となる年に、その直前30年間の値に更新している。 例えば、2001年から2010年までの10年間においては、1971年から2000年までの30年間の平均値が用いられる。これが2011年に更新され、2011年から2020年までは、1981年から2010年までの平均値が用いられる。なお各平均値は、例えば1971年から2000年までの 平均値は2000年統計と呼ばれることがある。統計期間を30年とする規定は1935年に国際気象機関の会議で韓国として発表され、その後世界気象機関の技術規則に引き継がれている。日本の気象庁は1921から1950年の期間以降これに習っている。なお WMO は クライマトロジカルスタンダードノーマルは更新も30年ごと、つまり1961から1990年平均値を1991から2020年まで使用し2021年に更新するという方式を標準としていた。前期のように10年前更新とするのは任意であった。しかし2015年に規則を改正、次回更新からは十年ごとの更新を、 加盟国すべてに求める。平年値として集計される要素には、気温、降水量、風速、積雪量などの観測値や、初雪、終わり雪、初霜、秋草、桜の開花日、満開日、紅葉日、梅雨入り梅雨明け、台風の発生数、上陸数、接近数、流氷雪岩初日、流氷初日、初冠雪などの季節変動や、 それに伴う生物の活動など多くの種類がある。計算方法は通常は値の総和を資料数で除した平均値を用いるが、比別平年値については9日間の移動平均を3回繰り返して平滑平年値を求める。さらに2月29日は除外して平滑平年値を求め2月29日の平滑平年値は 2月28日と3月1日の平滑平年値を3術平均した値としている。気象庁では30年間の観測値を並べ、値が小さい方から3分の1ずつに分け、小さい順にそれぞれ、低い少ない、平年並み、高い、多い年、実際に観測された値が当てはまる階級を用いて表現する。例えば、ある年の冬の平均気温が、 この区分に照らし合わせて、高いに該当した場合、断頭と表現することにしている。なお、階級表現の区分も平年値の更新とともに10年ごとに更新される。10年ごとに更新される。平年値は更新のたびに変化する。例えば、日本の気象庁によると1981から2010年、平均は1971から2000年平均より、 気温が0.2セッシュ0.4度ほど高く、日本海側の多くの地点の降雪量が10%以上減少している。その要因は、数十年周期の自然変動、温室効果ガス増加による地球温暖化のほか、一部では都市化の影響があると推定されている。2020年の更新では、気温の平均値が0.2度から0.5度上昇した。ありがとうございます。